遊園は東京都荒川区西荻窪の三十五の十一にある遊園地。二千十八年十二月一日より工事に伴い長期休園中となっている。東京二十三区内唯一の公営遊園地である。千九百二十二年開園の老舗遊園地。面積約三万平米。荒川区北部の隅田川沿いに所在する。過去数度の改造を経て。 現在の構成は1991年以降のもの。定年齢層の子供が楽しく遊べるよう特化しており、アトラクションは定番ものが一通り揃っているが、小学校低学年層に合わせたレベルで激しい動作のアトラクションはない。100円200円程度という入園料やアトラクション利用料の安さが特徴で、財布を気にせず気軽に利用できる遊園地である。 アトラクション以上に小動物園やピクニック用の広場、遊具施設、水遊び場などが充実しており、園内の装飾やレイアウトも清楚で、全体的に大型の公園に近いおもむきがあり、落ち着いた雰囲気を持つ。2022年のリニューアルオープン後は、現在よりもさらに大型化され、夜は LED による演出がなされる予定である。これにより、さらなる若者観光客の集客が期待でき、 新たな観光スポットとなることが期待される。荒川区携帯サイト、都内唯一の区営遊園地荒川遊園、公式サイト、園内施設ガイド、乗り物広場公式サイト、5月20日下町都電ミニ資料館オープン。荒川区役所サイト、おすすめ、スポット、都電荒川1100周年関連情報、下町ミニ資料館がオープン。ありがとうございます。